アイリーチャンネルです。今ただいまの時刻はですね、朝7時あ間違えた8時47分今どこにいるかと言いますと、大阪に来ております。今日ちょっと6時くらいから車で出発して、朝ちょっとここにね、大阪に来ております。今日何するかっていうと、ちょっとだけ大阪にある物件を調査した後に、調査というか物件を 見に行った後にね、あるちょっとセミナーにもうついでに出たいなと思って出てくるんですけど、どんなセミナーかっていうと、心理学のセミナーなんだけど、これちょっとね、教育に使えるかなと思って、そのフィットネスの教育部門と教育をちょっと強化するためにある分野のセミナーに出てきたいと思います。後々ね、ちょっと今日行ってきた感想とどういう内容だったのかとか、ちょっとそういうのをフィットネスのスタッフの子たち、会員さんの人たちにどうやって還元していくのかっていうイメージを自分の頭の中で整理して、ちょっとまとめでね、今日また夜話そうかなと思いますので、ちょっと今から頑張って行ってきます。どうも、帰ってまいりました。愛知県に帰ってまいりました。ただいまの時刻、22時47分です。はい。何してたかっていうと、今までちょっと大阪でセミナーを受けていて、あるセミナーを受けていて、でそこから車で帰ってきて、今日トレーニングしてなかったんで、自分のところのジムに来てトレーニングして終わって、今ジムのバックヤードに着いてヘロヘロな状態でございます。何しに大阪行ってたっていうと、心理学のお勉強をしに行ってまいりました。まあ、なんでかっていうとね、なんかこう今後多分フィットネス業界は、システムだったり、より便利になったりして、システム AI そういうところに、なんかこう知識とかシステムは負けてしまうと思うんだよね。人間よりも素晴らしいものを多分 AI が作ってしまうんだけど、でもやっぱり心だけは、心理的な部分だけはどうあがいても AI には到達できないところだと思うから、そこをやっぱ強めたいと思って心理学の勉強をしてきました。ちょっと2つあって、会員さんにより気持ちよく通っていただく、より気持ちよくトレーニングしていただくため、もちろんパーソナルとかでもよりストレスなく効果出してもらうための心理学だったり、心理学だったりっていうか、効果出すための心理学がまず1つと、もう1つは会社内のスタッフの教育のために勉強しに行ってきたんですけど、これどういうことかっていうと、例えばね、すげえ、実はその人のその心理的には新しい挑戦が苦手かもしれない、そういうタイプかもしれない、だけどうちの会社の方針としてどんどん新しいことをチャレンジしていこうって言った時に、やっぱりそのストレスになっていっちゃうんだよね。スタッフにとっては、挑戦したくない子たちにとっては、挑戦していくよっていう風に社長がどんどん前へ目指しちゃうと、すごくこうストレスになっていってしまうから、だったら目指すことがストレスにならん人間が目指して、で目指すのがストレスになってしまう子たちは他で頑張ってもらう、そういうのをちょっと統計学と合わせて、こういうタイプにはこういうのが合ってますよ、こういうタイプにはこういう仕事が合ってますよとか、逆にこういうタイプは実はこうサラリーマンなんか性に合わないから自由に羽ばたかせた方がいいよとか、そういうこう心理学と統計学を合わせたセミナーというかに参加して、いろいろ見えたんだけど、これからやっぱりこうフィットネスジム、会社経営するにあたって、フィットネスジムを経営するにあたって、もちろんシステムだったり設備を整えるのはもういいことだと思うし、素晴らしいことだと思うんだけど、やっぱこれからは経営的に見ると、フィットネス×教育が多分生き残っていく、よりこう誰も真似できないような、大手では真似できないような勝ち方のスタイルかなと思ってて、そういう心理学を教育に僕はねじ込んでいこうと、アイリーフィットネスではそういう教育も力を入れていこうかなと思って、今勉強しています。でこれがスタッフに落とし込めたらどういうことが起きるかっていうと、スタッフを生かしてあげることもできるじゃん、会社として。その子の一番才能を開花させてあげることができるし、そういうのを経験した子たちは会員さんに向けて、一番会員さんがノーストレスで、トレーニングができる環境を作ってあげることができるんだよね。いいことしかないから、
そういうのをこうフィットネスに落とし込めないかなと思って、今これからねもっともっと激しく勉強していこうかなと思います。なんでちょっとここもね皆さんにぜひね見てもらいたいなと思うところなんだけど、やはりねこうこれからは多分教育がかなりいる。教育っておこがましいけどね、上から目線でおこがましいんだけど、ココシャネルって言うでしょ、シャネルの人ね、ココシャネルが言った言葉で、天分、あもう要は天分の才ね、天分っていうのは持って生まれたものなんだけど、ただ才能っていうのは自分の力というよりも引き出されるものだから、だから会社経営者としてはスタッフたちの才能を引き出してあげられるような仕組み作りをしなきゃいけないかなと思って、フィットネス×心理学ちょっと面白い形になりそうなので、まあまた逐次ね報告していきたいと思います。まあイメージで言うと占いみたいな感じかな統計学的な話だからね、そんなイメージで、できればスタッフたちのストレスがなく、会員さんのストレスがないっていうこう状況を作って、より良い環境を作っていくっていうのが、まあ僕の、まあ、目指すべきところかなと思います。まあ今日はねこんな感じちょいちょいね本当にマジでコメントちょうだい、もうネタがないの本当にネタがないのやべえ。ただね2022年までに登録者数1000人目指してますから、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そう、優しいそこのあなた、チャンネル登録まだの方はもうポチッと押すだけなので、チャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただいてどうもありがとうございました。皆さんのおかげで本当に成り立っております。ちょっと頑張りますから応援よろしくお願いします。じゃあまた明日、どんな動画になるか分かんないけど見てください。また。